ジェームズ・マクレーンは、北、アイルランド・ロンドン・デリー出身で、アイルランド代表のサッカー選手。フットボールリーグチャンピオンシップストークシティ FC 所属。ポジションは MF。マクリーンとも表記されるが、マクレーンと発音される。2013年8月にウィガン・アスレティック FC へ移籍する前は、トロジャン FC、インスティチュート FC、地元のデリーシティ FC、そして、 サンダーランド AFC でプレーした。代表では、故郷の北アイルランド代表として U-21 でプレーしたものの、その後はアイルランド代表でのプレー願望から、北アイルランド A 代表への招集は拒否し、2012年2月に FIFA からの代表変更の許可を得て、チェコ戦でアイルランド A 代表として初出場を飾り、UEFA ユーロ二2012でもプレーした。 インスティチュート、デリーシティ北アイルランドのロンドンデリー・クレガンで生まれ、アイルランドとの国境付近やカトリックの家だったこともあり、熱狂的なセルティック FC ファンの家庭で育つ。地元のトロジャンズ FC でサッカーを始め、それから数年後にインスティチュート FC の下部組織に加入し、2007年に同クラブのトップチームからグレントラン FC 戦で初出場を飾った。その後、 インスティチュートのクラブ事情からデリーシティ FC へのトライアル参加を許可され、スティーブン・ケニー監督に感銘を与えて、見事デリーシティとの契約を勝ち取ると、2008年7月1日のリーグオブ・アイルランドカップ戦で初出場にして初得点を挙げる活躍を見せ、9月のコークシティ FC 戦でリーグ戦初出場を飾った。加入者年度は、 パトリック・マッコートとナイアル・マッキンの存在から出場機会を制限されリザーブチームでのプレイが主戦場だったが翌年はマッコートの移籍に伴って定位置を確保したシーズン終了後クラブが財政難による所属選手への給料未払いだったことでリーグを追放されてそして2010年シーズンはストライカーのマーク ファレント攻撃を牽引して30試合10得点を上げ、移籍した末金の穴を埋めるプレーを見せると、翌2011年シーズンは負傷で出場が制限されていたにもかかわらず、7得点10アシストの数字を残しており、その活躍にアイルランドプロサッカー選手協会によるリーグの年間最優秀若手選手賞にノミネートされた。サンダーランド2011年8月9日、 移籍金35万ポンドでサンダーランド AFC に3年契約で移籍した。デリーシティ時代の負傷の影響もあり、少なくともクリスマスまでの間をリザーブチームで過ごすことをスティーブ・ブルース監督に示唆されたマクレーンは、プレミアリザーブリーグのニューカッスル・ユナイテッド FC 戦で初出場及び初得点を挙げる等でアピールしたものの、ブルース監督体制下での出場はなかった。 しかし、マーティン・オニール監督就任後にリザーブでのマンチェスター・ユナイテッド FC 戦でのプレーを見出され、オニール監督式1試合目となった12月11日のブラックバーン・ローバーツ FC 戦において1点差を追いかける中で後半からデビューを飾り、逆転勝利に貢献する9大点のプレーを見せると、2012年1月2日のマンチェスター・シティ FC 戦で先発を任され、 二日後の、ウィガンアスレティック FC 戦で移籍後初ゴールを決めた。その後も、1月8日の FA カップでの、ピーターバラユナイテッド FC 戦で二得点目、21日の、スウォンジーシティエ FC 戦で、ステファン・セセニョンの先制点をアシスト、29日の FA カップでのミドルズブラ、FC 戦では、フレイザー・ギャンベルの同点弾をアシストと目に見える、結果を残しており、そのプレイは、 適正なトニー・モーブレー監督からも賞賛されると、左サイドハーフのレギュラーとして、左サイドバックのキーラン・リチャードソンと連携して、チームを支え、3月23日には、契約を2015年末まで延長することに、成功した。同2011から12シーズン終了間近には、ジャック・コルバックを抑え、ファン投票によるクラブの年間、最優秀若手選手賞を受賞した。 サンダーランド AFC でウォーミングアップをするマクレー2012年8月フットボールリーグカップのモアカム FC 戦で2012の13シーズン初得点にして2得点を挙げる。同大会ではミルトン・キーンズ・ドンズ FC 戦でも得点した。11月10日のエバートン FC 戦において戦没者追悼記念日のリメンブランスデーにあたり監督をはじめ全選手が ポピーの刺繍入りユニフォームを着用するのが慣例となっているが、マクレーンが拒否したことで議論となる。自身の決定に同僚や他のサッカー選手たちやクラブから擁護されたもののロイヤリスト等からの脅威にさらされ、翌週のフラム FC 戦でサンダーランドのファンのブーイングを受けた。サンダーランドで初出場を飾ってからちょうど1年となる2012年12月11日の レディング FC 戦で同シーズンにおけるリーグ戦初得点を挙げる。ウィガンアスレティック2013年8月8日、推定移籍金100万ポンドで、ウィガンアスレティック FC に3年契約で移籍。3日後のウェンブリースタジアムで行われた、マンチェスターユナイテッド FC との FA コミュニティ、シールドにおいて初出場。 2014年1月26日の FA カップでのクリスタルパレス FC 戦で加入後初得点にして自身としては2012年8月以来の得点を記録した。なお、2013年12月18日のシェフィールドウェンズデイ FC 戦で得点していたものの嵐による没収試合で無効となっている。ストークシティ2018年7月22日。 フットボールリーグチャンピオンシップのストークシティ FC に移籍した。移籍金は500万ポンドで、契約期間は4年間。北アイルランドユース時代は U-21 北アイルランド代表として7試合に出場しており、2008年のミルクカップにおいて開幕戦のアメリカ戦で得点を挙げる等で優勝に貢献した。2011年7月26日、8月10日の フェロー初等戦に向け、A 代表に招集される。しかし、アイルランド代表でのプレーを心に決めていた、マクレーンは、ナイジェル・ワージントン監督の招集を拒否し、2012年1月に、公認のマイケル・オニール監督からの接触も拒否した。アイルランド・アイルランド代表で、ウォーミングアップをする、マクレーン2012年2月9日に、フィファから代表変更が承認され、 アイルランド代表でのプレーが可能となると、翌日に発表された、チェコ戦へ向けたメンバーに名前を連ねていなかったが、クラブでの活躍で2月20日に追加招集され、29日のアビバスタジアムでのチェコとの親善試合において、78分から、A、ダン・マクギーディとの交代出場で A 代表デビューを飾った。26日のボスニア・ヘルツェゴビナとの親善試合で、初先発した。 5月7日に、ジョバンニトラパットに監督率いるユーロ2012のメンバーに選出される。そのことに関し、ツイッター上でロイヤリスト等から死の脅威にさらされ、アカウントを閉鎖する事態となった。ユーロ2012では、6月10日のクロアチアとの初戦を未出場で終えた後、次戦でも同様と見られていたが、14日のスペイン戦で76分から出場を果たしている。 9月7日の 2014FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のカザフスタン戦で起用されずツイッター上でトラパットーニ監督を批判し問題行動を起こしていたもののその後も定期的に招集されていた2014年6月11日のポルトガルとの親善試合で代表初得点を挙げた出展出展代表での得点ありがとうございます